はい、どうも、すくさんのヨノです。今回は、マキトルくんのディレクターを募集したいっていう、そういう動画になってます。はい。背景のところ、お願いしてもいいですか？はい。おかげさまですごいお問い合わせが来てて、順調に伸びてますと。ただ、このままの速度で伸び続けていくと、今は大丈夫なんですけど、近いうちに担当が入れられなくなってしまいそうなんですね。うん、なので、新しい担当っていうところを採用していきたいなと思っておりまして、緊急でこの動画を撮らせていただいてるっていう背景になります。はい、うん、採用、僕らも頑張ってるんですけど、その頑張りに対して、案件の頑張りの方がめちゃくちゃでかいっていうところで、はい、このままのペースでいくと当然パンクしていくよねっていう、そういう風な背景ですかね。はい、っていうところで、こういう方求めてますだったりとか、こういう方法でご応募くださいみたいなところをお願いしてもいいですか？はい。まず今回の採用の要件といいますか、条件みたいなところで言うと、担当者のレベルとしては何かしらのスキルを持ってていただきたいなと思っております。で、そのスキルっていうのは大きく2つあって、1つが特定の業界に関する知識が詳しい、うんうん、マーケティングの知識が詳しい、もしくは SEO だったり広告っていう各施策に強いのどちらかの基準は設けたいなって思っております。それを基準としてというか、最初にデータとして見る際にですね、最低でも3年ぐらいの経歴があってほしいなっていうところではありますと。なかなかきついですね。というのも、はい、3年って言っても、はい、その過ごした時間の密度っていうのがあると思ってて、はい、そこに関しては減免してもいいような気が僕はするんですけど。確かに本当におっしゃる通りで、薄い3年を過ごしてる人と密な1年過ごしてる人では、うん、1年の方が優秀だったりすることも結構あったりするので、3年っていうのはハードルが高すぎるので、まずはその1年しっかりやってきた自信がある方っていうところを限定で、まずは条件とさせていただきたいなと思っております。そこの辺をアピールしてくれるとありがたいですよね。はい、そうですね。っていうのがまず一つ目の条件です。うんうん、で、二つ目に関してはもうとにかくレッスンのスピードが速い。大事。特にこのマキトルくんっていうサービスの特性っていうところもあるんですけど、ひたすらに業務をこなしていくスピードっていうのが大事になってきますと。そうなってくると、お客さんを待たせる時間だったりとか、次の施策を提案するっていうところも含めてのレッスンのスピードっていうのがかなり大事になってくるので、一番必須の条件としたいなと思っております。うん、間違いないですね。三つ目がですね、社会人マナーがちゃんとあることですね。社会人経験がある方っていうところが理想ではあるんですが、うんうんうん、ただ身近にですね、社会人経験なくてもマナーに厳しい方がいらっしゃるのでちょっと聞きたいんですけどどうですかこの条件は。例えば、はい、体育会系で先輩後輩の上下関係を出てきただったりとか、はい、あるいは父母がめちゃくちゃ厳しかったみたいなケースっていうのは、はい、そういうマナーみたいなところはつくんじゃないかなって思います。あとこの背景としては、はい、実行支援に特化したサービスではあるものの、お客さんとしっかり対峙するっていう意味で言うと、例えば Zoom で2分ぐらい遅れてもいっかみたいな、そういう甘い態度の人だとさすがにダメなわけですよ。そういう方も一部見受けられて、そういう人たちを全て落としてきてるんで、はい、前田さんがね。だからその意外とめっちゃ厳しいんで、優しい風貌ですけどそこはやっぱりクライアントワークっていうところは念頭に置いてやっていただきたいなと。で、それが結局お客様の継続につながったりとか、より大きなプランにアップしていただくだったり、そういうところにつながってあなたのためにもなるんで、みたいな背景ですかね。おっしゃる通りでして、そういうビジネスマナーができてないと、お客さんとのコミュニケーションもうまくできないケースとかもあったりするので、うん、同じぐらい大事な条件かなとは思ってます。なので逆に言うと、アフィリエーターで月1000万稼いだぜイエイみたいな人っていうのは逆に落とされるっていう話ですからね。そうですね、うん、あとはよくあるのが、ライティングだけ得意です、ライターになった理由がコミュニケーションを取らなくても大丈夫だからなりましたみたいなケースとかたまにあったりするんですけど、そういう方だと合わないなとは思います。うん、今回のディレクターというポジションの募集では合わないですね。ただ裏方として作業を実際にしていただく方としての応募だと、もしかしたら引っかかる可能性はあるんで、一旦ご応募いただくっていうのも悪くはないかなっていうところはありますかね。そうですね、そんな感じですかね。はい、まず条件としてはこの3つを条件とさせていただきまして、うん、あとは実際にオンラインで面談をさせていただく予定ですので、その時に深くいろいろ質問させていただいて判断していきたいなと思っております。今回ですね、ただマキトルくんの案件を対応いただくだけではなくてですね、今認定パートナーの方を講師として呼んで教育の場を設けるっていうところも今進めてるんですね。なのでさらに今持ってるスキルを洗練させていくっていうところも仕組みとして進めてますので、今からさらに伸ばしていきたいっていう方にもおすすめかなとは思っております。うん、マキトルくんでね、実際に稼働していただいたら、はい、特別な教育というか、いろんなことを知れるっていうのをプラスでついてくるっていう、最高じゃないですか。そうなんですよ。今までずっと出してきた動画ではお客
客さんに対して本当にいいサービスなんですよっていうことを言ってましたけど、実は内部向けにもいいサービスとなるように仕組み化をしてますと。でやっぱりサービスの本質としてはいい人を育てることによってお客さんに対していいサービスを出せるっていう前提で成り立ってるサービスだと思いますので、そこの内部教育ってところは今後もどんどん力を入れていきたいと思ってます。はい、というわけで、はい、ちょっと今回は短くはなるとは思うんですけども、はい、マキトル君ディレクターの募集動画でしたというところで、はい、概要欄の申し込みフォームの方からぜひご応募ください。お待ちしております。お待ちしております。